さあ、ということでセルフクエスチョンですね。過去の秘密、18年前の事件と今回の事件をつなぐ鍵、中島綾子。だが彼女は1年前に自殺している。その原因として挙げられるのが彼女を中傷したビラ。過去の秘密を知ってる。どんなに取り繕ってもその罪は消えない。罪を償え。この過去の秘密とは一体何だろう。18年前、彼女をいじめていた藤波香菜は自殺で確定しており、彼女の容疑は一切ない。だが他に隠されていることの可能性を探ってみよう。中島綾子は18年前の事件当時、さあ、選択肢だね。赤いちゃんちゃん子と呼ばれていた。淫乱教師と呼ばれていた。赤いちゃんちゃん子と呼ばれていた。そう、赤いちゃんちゃん子と呼ばれていた。彼女が上場しを受けた際にマスコミがこぞってそう書き立ったんだ。その真実はあまりあるもんだろう。おそらくまともに学校に通うことなどもできなかったはずだ。だがそんな彼女は教師として再び相葉学園にやってきた。その彼女は、教師生活が苦痛だった。教師生活は楽しかった。楽しかった。だね。教師生活は楽しかった。それはかつてのアパートの管理員さんからの証言。どうしていつもそんなに楽しそうなの？学校に行けるから。この言葉からも頷けるだろう。おそらく幼い時に満足に学校に通えなかったことが心の傷となっていた。それを教師として再び教室に戻ってくることでゆっくりと癒してたはずだ。だが彼女は1年前に突然学校を退職してしまった。それはなぜか。中小ビラが関係してるかもしれない。赤いちゃんちゃんこと揶揄されていたから。中小ビラですかね。そう、中小ビラだ。それによって騒ぎが起きたのかもしれない。そう、18年前の事件のように過去のトラウマのフラッシュバックが彼女を襲う。それによって極度の人間不信に陥る。視界に入るもの全てが中小ビラを撒いたと疑わずにはいられない。おまけにそこに記載された文言、過去の秘密を知ってる。どんなに取り繕ってもその罪は消えない。罪を償え。この過去の秘密が決定打になったのかもしれないが、今となっては本人に聞くことはできない。ならばビラを作った本人はどうだろう。今の段階では誰かわからないが、人物像は推測できる。さらにすれば、そう、結論ですね。綾子さんに執着心を持つ人物、綾子さんを追い詰めた人物、まあ、執着心を持つ人物かな。で、行きましょうか。中傷ビラを撒いた人物は綾子さんに変質的な感情を抱いていたと思われる。それは恋愛感情のせいなのか、それとも過去にトラブルがあったのか、ともかく彼女に並々ならぬ感情を抱いていたことは間違いないだろう。その人物さえ特定できれば、18年前の事件と瀬尾さん殺害の事件のつながりも明らかになるはずだ。おそらくその人物は何かの目的を持って今回の事件に関わってるに違いない。ビラを作った人物が書いた一文。過去の秘密を知ってる。どんなに取り繕ってもその罪は消えない。罪を償え。その人物さえ見つかれば、中傷ビラの中にあったこの言葉の本当の意味がわかるはずだ。と、そこに鴨泉警部が戻ってきた。鴨泉警部は僕と小暮さんが事件のあらましをまとめてる間、捜査一課にいて殺害された瀬尾さんのことを調べていたんだ。面白いものを手に入れたわ。お。と、大量の写真の束を取り出した。これは、綾子さんですね。100万円近くあるだろうか。それらの写真には全て戦前の綾子さんの姿が写っていた。綾子さんの写真か。教室で授業をしている写真や、校庭で生徒と一緒に遊んでる写真、学校での綾子さんの姿が写真には収められていた。いや、写真はそれだけではない。普段の綾子さんを写した写真もかなりの数混じっていた。髪の長い綾子さんの写真もある。少なくとも何年にもわたって撮影されたものに見えた。いや、撮影と言うべきではないかもしれない。どれも被写体になっている綾子さんはカメラの存在に気づいていないんだ。つまり隠し撮りでもされたんだろう。ストーカー。そんな言葉が頭をあげる。綾子さんは誰かにストーカー被害を受けていたんではないか。こんなにたくさん。これはどうしたんですか。瀬尾の私物よ。瀬尾の住んでるマンションから大量に発見されたらしいわ。これが瀬尾さんのものですか。あと、こんなもんだわ。
ハモイズ君が取り出したものはごく小さいサイズの CCD カメラだった。ワードが入ったね今。よく隠し撮りなどに使われるもんだ。これらが示す事実とは、瀬尾は中島彩子のストーカーだったみたいね。瀬尾さんが彩子さんのストーカーだった。確かにここに提示された事実から判断すれば、瀬尾さんは彩子さんのストーカーだったことは間違いないかもしれない。しかし僕たちにはそんな素振りは全く感じられなかった。誰に話を聞いても瀬尾さんの評判よく、献身的に仕事をこなしていたように感じていた。夜遅くまで学校に残り、生徒や教師の相談に乗っていたという話もあった。先輩、これを見てください。小暮さんが一番のシーンを僕に見せた。大きく引き伸ばされた A4 版の写真、その紙の隅に黒いインクが規則的な指示を作っている。この写真を見るのはもちろん初めてだ。だがなぜか見覚えがある。どこだ、一体どこで僕は見たんだ。さあ、ということで連続できましたね、セルフクエスチョン。写真の正体、瀬尾さんが持っていた大きく引き伸ばされた A4 版の写真、そこには規則的な指示がある。この後僕はどこかで見たことがあったんではなかったが、確かそれは彩子さんの中小ビラだ。学校で巻かれた中小ビラだ。学校で巻かれたやつだよね。学校で巻かれていた中小のビラだ。僕はそのビラを取り出し比較してみる。そのビラにも規則的な模様があった。僕は写真とビラを並べてみて模様の幅を合わせてみた。同じだ。印字はピタリと一致する。ということは同じプリンターを使って印刷してる。これだけで決めることはできない。同じプリンターだね。同じプリンターを使って印刷してる。いや、だからといって同一人物だとは限らない。街角にはプリントサービスもあるし、学園内だってプリンターくらいはある。ではこの2種類の印刷物は同一人物によるもの、違う人物によるもの、同一人物によるもの。同一人物によるもの、その根拠は彩子さんの写真、中小ビラ、中小ビラだね。中小ビラ、こんなものを作成してるのを他の誰にも見られないようにするだろう。そう考えると印刷をするために原稿データを外に持ち歩くはずがない。そう考えると絶対に安心できる場所で印刷するだろう。おそらく自宅、もしくはそれに近いプライベートの場所。だからこそプリンターの印字属性が出てしまう。それは学校で巻かれたビラの方にも言えることだ。そして彩子さんを苦しめた中小ビラにもそのような指示がある。以上のことから彩子さんを中傷するビラを作った人物は絞り込まれるはずだ。彩子さんを中傷するビラを作ったのは、さあということで結論だね。三択ですね。彩子さん自身だ、瀬尾さんだ、柳校長だ。まあ瀬尾さんですね。瀬尾さんだ。彩子さんへの中傷ビラを作ったのは、その鍵はインク跡。ビラと写真を合わせてみると、そのインクの跡はぴったりと一致した。この写真は瀬尾さんの私物だった。間違いなく瀬尾さんが印刷したものだろう。そして学校で見つかった中小ビラと同じ痕跡が残っている。そしてもう一枚、小暮さんがもらってきた中小ビラにも同じ痕跡があった。だとしたら、学校で発見された中小ビラも小暮さんがもらってきた中小ビラも全て瀬尾さんが印刷したということになるんではないか。彩子さんが刺し、瀬尾さんが殺害された今となっては、すべてが推論に過ぎない。そしてもう一つわからないことがある。あの中小ビラを瀬尾さんが作ったんだとしたら、瀬尾さんはどうやって彩子さんの過去をあれほど詳細に調べることができたのか。もう次はそこだよね。そんなことは、どうやったって不可能。いや、そんなことはない。瀬尾さんならできたかもしれない。それは瀬尾さんの仕事だ。瀬尾さんはスクールカウンセラーなんだ。大学では臨床心理学を専攻してたはずだ。僕は今までに何度か見にした。その言葉を燃やした。対抗催眠。瀬尾さんなら可能だろう。いや、瀬尾さんでなければ不可能なんだ。僕たちは中小ビラを作ることができた唯一の人物、瀬尾康史のことを調べることにした。捜査一課から経歴書を取り寄せ、瀬尾さんが在籍していた大学に連絡した。ところが瀬尾さんが研究員をしていた時のことを知ってる人物は一人もいなくなってしまったようだった。ただ当時、瀬尾さんと一緒に研究をしていた人物の名前を聞くことができた。久慈弘信さんでいいのかな？久慈弘信。現在は蓬莱総合病院の精神科で医師をしているそうだ。
僕は蓬莱総合病院に電話かけた。はい、蓬莱総合病院です。電話が下がると、ほぼ同時に若い女性の声が受話器から聞こえた。僕は電話ネットを説明し、精神科の医師、久慈弘信へと電話を伝えてもらった。しばらくの間、退屈な待機音を聞かされていたんだが、その音がプスリと途切れ、男性の声が聞こえた。もしもし、お待たせしました。私が精神科の久慈ですが。僕が簡単に自己紹介すると、久慈先生は。はい、受付から大体話は聞いています。私に協力できることがあったら遠慮なくおっしゃってください。そう言って捜査協力を心よく引き受けてくれた。僕は早速瀬尾さんのことを聞いてみた。瀬尾康氏、ねえ、懐かしい名前だ。久慈先生は瀬尾さんのことをご存知ですか？まあね、アイスは僕の一級下だったが、非常に優秀なところでした。いや、優秀すぎたのかもしれない。優秀すぎた。僕は久慈氏に聞いた。波の人間の発想とはちょっと違うっていうのか、簡単に言えば発想がぶっ飛んでましたね。久慈医師はそう前置きして話を始めた。瀬尾は記憶と人格についての研究をしていました。記憶と人格は互いに大きな関係性を持っています。瀬尾はその両者の関係性を研究していました。記憶と人格？記憶の集積こそが、その個人の人格を形成するという考え方があります。まあ、これにはもちろん異論もありますし、少々ややこしい話になるので省略しましょう。とにかく瀬尾は記憶の集積こそが人格を形成すると考えていました。単純にそうご理解ください。はい、わかりました。ところで我々臨床心理士は普通患者の治療をするとき、過去の抑圧された記憶や心的外傷を何とか解消しようと努力します。つまり患者の過去を清算することによって現在の問題行動を抑えるわけです。それは対抗催眠とかそういうもんですか？いやいや、何も対抗催眠だけに限りません。それは過去を清算するための一つの手段と言った方がいいでしょう。薬を使うこともあれば、もっと別な方法を使うこともあります。なるほど、なんとなくわかりました。よろしい。ところでジークムント・フロイトの提唱した抑圧された記憶という概念は今では一般にもかなり普及していると言えますが、フロイトさん出ましたね。その一方で、こんな批判があることはそれほど知られていない。それは、記憶の捏造です。ご存知ですか？鴨居月ならば知ってるかもしれないが、少なくとも僕は知らなかった。僕は知りません。それじゃあ簡単に説明します。例えば、あなたに問題行動があったとして、それを治療しに精神科にかかったとします。その時、医者がこう言ったとしましょう。問題行動の原因は、あなたが幼い時に、性的虐待を受けたからだと。だけどあなたにはそんな記憶はない。しかし医者は対抗催眠をかけたら、あなたの口からその証言が出てきたという。さてあなたは何でございます？多分僕はそんな記憶はないわけだから、やっぱり覚えてないと言うと思います。その記憶は抑圧されて意識の表層まで出てこないんです。だから覚えてないんじゃない、思い出したくないだけなんです。医者はきっとそう言うでしょう。そうしたら、そうなんですか、っていうしかないですね。自分の話をしてたはずなのが、いきなり突き放され、全くの他人の話をしているの感覚になった。今、精神科医が語ったことの全てが真実と確定したわけではありません。そんな記憶は初めからなかったのかもしれない。それに、対抗催眠の間に語ったことが全て真実も限らない。夢の話をしたのかもしれないし、単なるイメージだけを語ることだってあるでしょう。歴史とした自分の記憶のはずなのに、何が本物で何が偽物なのか自分では証明できなくなるわけです。なるほど。そしてあなたが何の疑いもないまま精神科医の言葉を信じたとしたら、あなたにとって性的虐待は真実になります。ごくごく簡単に言えば、記憶の捏造とはそういうもんです。なんとなくだが理解ができた。自分の記憶が自分で管理できなくなり、実際にはありもしなかった記憶が入り込んでくるということだろう。瀬尾はそれを逆に使おうとしていた。え？恣意的に記憶を管理することによって、精神疾患を治療しようとした。つまり、ありもしない記憶を意図的に植え付けることにより、精神の均衡を図ろうと考えたわけです。
例えば虐待を受けた子供に親に愛されていたという幻の記憶を植え付けることで問題行動をなくそうというのが瀬尾さんの研究だったようだ。記憶の改ざん、そして新たな人格の形成、それこそが瀬尾さんの研究テーマだったんだ。つまり理想的な人格を形成するためには理想的な記憶を植え付ければよいと逆転の発想をしたわけです。積み重なった記憶の結果として出来上がるはずの人格が、まず人格ありきでそれのスイスマンセのために幻の記憶を植え付ける。まるで本末転倒だ。本当にそんなことが可能なのか。それにありもしない記憶を植え付けるなどということが倫理的に許されるんだろうか。僕がそう聞くと久慈先生はつされて答えた。許されなかったからこそ瀬は研究室を後にしたんです。それに久慈医師は最後に言葉を付け加えた。それにそんなことが実際に可能かどうかわからない。私の意見を言わせてもらえば、おそらくそれは不可能だろうと思います。記憶というものはそんな単純ではないんだ。しかしそれはあくまで私の意見です。瀬はそれができると真剣に考えていました。それだけは確かです。僕が電話を切ると、カムイズケフとゴリさんが僕の元へと寄ってきた。僕は二人に今聞いた話をそのまま話した。話をしながら僕は瀬尾さんの目的を考えていた。そう、ということでセルフクエスチョンだね。瀬尾の目的、瀬尾さんは中島彩子さんのストーカーだった。それはつまり中島彩子さんに好意を寄せていたということだ。そして中小ビラに書かれた彩子さんの記憶は対抗催眠などの手段を使って瀬尾さんが集めたもんだ。瀬尾さんは何のために彩子さんの記憶を集めたのか、それを知る手がかりは瀬尾さんの研究テーマだ。その研究テーマとは、記憶と人格、対抗催眠、記憶と人格。そう、記憶と人格だ。瀬尾さんは望んだ人格を作り出すためには理想的な記憶を植え付ければよいと考えたんだ。では瀬尾さんは何をしようとしていたんだろうか。中島彩子の人格の再現、柳井校長の人格の再現。これは彩子さんだね。中島彩子の人格の再現、そのために彼は対抗催眠を使って彼女の記憶を集めたんだ。でなければあれだけ詳細なビラの作成はできなかったろう。しかしここで疑問が起こる。どうして彩子さんの人格の再現をしようとしたんだろうか。彼女と恋仲になれなかったから、純粋な研究目的のため。俺はこっちですかね。彼女と恋仲になれなかったから、おそらくそれは彼女と恋仲になれなかったため。それでも彩子さんのことを諦められなかった瀬尾さんはストーカーと化してしまった。その果てに彼女を刺す、自分に責任があるにもかかわらず嘆き悲しんだ瀬尾さんは彼女の人格の再現を試みた。収集した彩子さんの記憶を誰かに埋め込もうとした。おそらくそれは実行されてるはず。僕もその一端を見たはずなんだ。誰に彩子さんの記憶を埋め込んだのか。それは少女たちが優香さんだ。まさかの優香さん。これがここで少女たちが来るってことですよね。少女たちに彩子さんの記憶を埋め込んだんだ。体育館の数名間、突如照明をした時、彼女たちには決して存在するはずのない言葉。私が殺しちゃった。18年前の事件の記憶、少女たちには決して存在するはずのないもんだ。つまりそれは彩子さんの人格を作ろうとしていた彩子さんのことを語り聞かせていた。人格を作ろうとしていた彩子さんの人格を作り出そうとしていた。それは他の人からすれば荒唐無稽だと鼻で笑うかもしれない。だが瀬尾さんは彩子さんの人格再現は可能だと信じていたんだ。現に少女たちに彼女の記憶の埋め込みには成功している。瀬尾さんはどれほど彩子さんに執着していたんだ。おそらく最初は研究名目で対抗催眠をさせてもらっていたんだろう。それからいつしか愛情へと変化し、だが自分の気持ちを受け入れてもらえず、その結果爽快になり彼女の精神を損耗せるほど追い詰めた。彼女は刺す。それでも彼の愛情は尽きない。彩子さんからの愛を渇望した瀬尾さんはとうとう少女たちに人格を埋め込み始める。その結果彼は殺された。もしこのストーリーが成立するならば、気になる点がまだ残ってる。
さらにすればどうして3人にこれを試みたのか。自分の研究を確信してるならば一人で十分なのに。おそらくすればさあ結論だね。中島愛子の量産化計画、中島愛子の進化計画、量産化計画かな。めちゃめちゃ恐ろしいね。中島愛子の量産化計画、自分出した結論なのに驚きを隠せない。瀬尾さんは複数の将たちに愛子さんの人格を埋め込むことによって愛子さんへ愛情を注ぎ続けようとしたんだ。もう愛子さんが死ぬ悲しみを味わうことはない。たとえ死んだとしても別の愛子さんを愛することができる。これで一生の幸福は約束されたようなもんだ。しかしそれは同時に愛子さんの封印した過去、18年前の牛澤かなの説の真相を解き明かしてしまった。だから瀬尾さんは殺されたんだ。愛子さんが貸し通してきた18年前の真実を隠蔽するために。僕はその考えを鴨泉警部とプレゼンされた。鴨泉警部も小暮さんもうんうんとうなったまま黙り込んでしまった。確かに自分で話していてもその話は絵空事のようでまるでリアリティが湧いてこない。ただそう考えれば今まで繋がらなかったいくつもの事情がすっきりと整理されるように思った。馬鹿げた話に聞こえるかもしれませんが、瀬尾さんはそれができると信じていたんじゃないでしょうか。愛子さんの量産化計画でありますか。もちろんそれはまだ実験の段階だったかもしれません。学校の生徒たちを使って実験を繰り返していた、その可能性ありませんか。確かにないとは言い切れないわね。鴨居月はじっと何かを考えていたが唐突に口を開いた。秘すれば花なり、秘せずは花なるべからず。それは、瀬は花の美しさに見とれて、秘されたすべてを知ろうとした。そしてその花が自分の手の届かないものだと分かると、今度は自分だけの花を探すため、秘されていたすべての偽りの肥料として与えた。愚かな男だわ。歪んでいる。ひどく歪んでる。もちろん瀬尾さんだって、初めからそんなことのために研究をしたんではないだろう。純粋な治療のための研究であったんだとは思う。ただ花に見とれてしまったんだ。花に見とれ、花に見入られ、そして結局瀬尾さんは醜く歪んだ。けど風見君、その話が審査とかですると大変なことになるわよ。何かをずっと考えていた鴨居介は腕組みしたままそう言った。大変なことですか。そう、18年前の事件の真相が変わってくる。翔たちの言葉を思い出してみて。そうですよね。ちょっとあれとはなってたけど、少女たちはあの時何を言ったかですよね。私が殺しちゃった、私が赤いちゃんちゃん子、確かそう言っていた。そういうことですよね。あ、わかった。少女たちの存在しない記憶は中島彩子のもんでしょ。その彩子の記憶が言ったのよってことになりますもんね。私が殺した、私が赤いちゃんちゃん子、それはつまり死んだ彩子さんの自供だ。こんなことって死人に口なしとは言うけど、死者が自供するなんて。鴨居介は首を左右に振った。小暮さんはポカンと口を開けてる。それでは亡くなった愛子さんの記憶を持った翔たちが18年前の事件の真相を隠すために瀬尾さんを殺したということですか。いえ、それはありえません。なぜなら愛子さんの記憶を埋め込まれた翔たちは瀬尾さんが殺害された時僕たちと一緒にいたんです。確かにそうでありました。だから他に誰かいるんです。18年前事件を秘しておきたい誰かが。僕はそう確信した。事件の全体像はほとんど浮かび上がった。18年前の事件の真相をしてしまった瀬尾さんが何者かによって殺害されたということだろう。そして18年前の事件の真相は中島彩子さんが橋上環奈さんを殺害したということだ。僕たちはもう一度18年前の事件に焦点あった。やっぱりないわね。鴨居介は資料の入った棚をより分けながらイラついた様子で言った。これだけ探しても新しい資料が見つからないってことは、どこにも残されていないかもしれませんね。
僕がそう言ったとき、さっきからバタバタと何してんねん。お、警部が、警部がここで登場ですね。インド警部が椅子をくるりと回転させ、僕たちの方に振り返った。インド警部、いたりやますか？小暮さんの裏返ったような声を上げた。一案あかんのか？いえ、そういう意味じゃないでいます。インド警部？今までどこにいらっしゃったんですか？この頃全く姿を拝見できなかったんですけど。インド警部に安当てするからのようにカムズケは言った。いや、まあ、こっちにもいろいろあんねん。警部といろいろとは、帽子やゼッケンの色のことなんじゃないですか？カムイズミ、なかなかおもろいこと言えるようになったよ。警部、強いな。ごまかさないでください。まあ、よう聞け。ほんま、すやしてないやつだな。18年前の事件調べてる、しゅうとったやろ。だからほら、インド警部は、紙の束をデスクに置いた。18年前の事件のことが書かれた雑誌とか新聞の記事や。国会図書館に行参あったわ。まあ、あとは勝手にやりや。インド警部は、ほなな、と言って、編纂者を出て行った。国会議事堂に併設された、国立国会図書館には、今まで出版された書物がすべて、増収されている。そっからすべて記事をコピーしてきたんだろう。その紙の束はかなりの厚みを持っていた。僕はその中の一枚を取り上げた。おー、書いてありますね。怪奇、赤いちゃんちゃん子の住まう名門小学校。ごてごてと、記述された文字が並ぶ。その文字を見ただけで雑誌の社会的な信用度が分かった気がする。鴨居介もその紙を手に取り。あんまり読みたい文章じゃないけど、背に腹は変えられないわね。そう言ってソファーにもたれかかった。僕とフレさんもそれを読んでみることにした。10枚くらい読んだところだろうか。僕はすでに、触傷気味だった。ほとんどの記事が余談と邪推に満ちてる。同じ内容をどれだけ不気味にアレンジするかのみを競い合ってるようで、書かれてる内容はほとんどが同じものだった。ひどいものになると、知ってる人ならば中島彩子さんだとわかる写真まで載せるものもあった。カモイズケほどクレさんの方でもそれは同じようで、時折、ふーとかはーとか、こうにならないため息を漏らしてる。こんなものの中に新しい手がかりがあるんだろうか。僕はそんなことを考えながら記事を読んでいた。被害者の祖父は苦しい教師を書く。だから記事の中にその文字を見た時も、僕は特に何も感じなかったんだ。私が孫に会った時、彼女の体はすでに冷たくなっていました。真冬のあんな寒い日の、冷たい校舎の中に一晩孫がいたのかと思うと私は不憫になりません。え？違う。この証言は僕が聞いた言葉とは明らかに矛盾してる。さあ、ということでセルフクエスチョンですね。明らかな矛盾。珍しく働いてくれたことには大変感謝するけれども、インド警部が持ち込んでくれた資料はどれもこれも真新しいものはなかった。大変感謝するけれども。しかしその中で僕が目に留めたものは被害者の遺族の記事だ。彼女の体は冷たくなっていた。真冬の校舎に一晩いた。この表現に僕は引っかかった。この証言は明らかに矛盾してるんだ。僕が聞いたのは確か、彼女の体は暖かかった。彼女はまだ生きていた。暖かかった。彼女の体は暖かった。確か僕はそう聞いてる。藤波さんの生温かい血の感触は今でもこの手に残っています。確かに僕はそう聞いたんだ。話す人の感情にまで食い込むような言葉。しかし被害者の遺族の言葉、彼女の体は冷たくなっていたとは明らかに矛盾してる。生温かい血の感触など感じるはずもないんだ。だとしたら僕の聞いた証言はなぜ生温かい血の感触などと表現してるのか。18年も昔のことで忘れてしまってるんだろうか。忘れてしまってる。いや、それは考えにくい。考えにくいですよね。いや、それは考えにくい。赤いちゃんちゃん子に絡んで二人も不幸に追いやったんだ。忘れろと言っても忘れられるもんではないだろう。忘れられない。まさか証言した本人は生温かい血を本当に触っていた。もしそうとしたら全てが覆される。藤波香菜の説ではなくもう一つの可能性を持つことになるんだ。
そんな重大なことを隠してるかもしれない人は柳井校長、石化場、柳井校長ですね。柳井校長だ。彼女にとってこの事件はとても不幸な事件だ。故に忘れろと言っても忘れられるものでもない。あくまでもこれは推論だが、柳井校長は18年前事件現場にいたんではないか。そして藤波香菜さんの遺体を刺すように偽装。何度も言うようにあくまでも推論だ。過去の記事との矛盾だけで彼女は犯人扱いができない。だがこの事実は柳井校長を、さあ結論ですね、重要参考人としなければならない。誰かが濡れ衣を着たんだ。重要参考人としなければならない。古い記事にもあった遺族の嘆き、僕が聞いた柳井校長の言葉、二つの矛盾は無視することができない。これは柳井校長の18年前の事件に関する関与の可能性があるんだ。おそらく当時の真実をひた隠しにしたいはずだ。状況を改めて整理してみよう。もちろん18年前の事件はとっくに時効になってる。多くの人は忘却の彼方へと追いやった事件だが、それを掘り返す人がいた。瀬尾さんだ。ナイフさんを手に入れるとした際に禁断の真実をしてしまったんだ。それらも含めて彼は将たちを使ってアイクさんの人格と記憶を埋め込んで量産に着手する。そんな動きを察知した柳井校長は瀬尾さんを、これが真実であるとしたら柳井校長も18年前の事件を必死で置きたい人物ということになる。そして最悪のシナリオが頭に浮かんだ。部下が跳ねるようにソファーから立ち上がった。柳井校長を元に行きましょう。柳井校長に行かなければいけないことがあります。ちょっと急にどうしたの。僕の推理が正しかったとしたら、三人の少女たちも危ないんです。え？瀬尾さんを殺した犯人は暴かれた。アイクさんの記憶を再び秘密に返そうとしています。だったらアイクさんの記憶を植え付けられた少女たちも危ないということになります。確かにそうであります。小暮さんが立ち上がった。カズブ君の推理って、言うのを車の中で貸してもらいましょう。鴨居付けはそう言いながら立ち上がり、そして行くわよ。小暮さん、急いでください。僕たちは車を走らせて柳井校長の屋敷に向かった。資材は一刻を争う。なんとか柳井校長を止めなくては。着きました。僕たちは門を飛び越え屋敷のドアを開けた。校長先生いますか。一向に応答はない。僕はドアノブに手をかけた。え、開いてますね。ドアは開けなく開いた。僕たちは敷き中に入った。本来ならばこんなことは許されないだろう。令状なく他人の住居に侵入することが違法であることは十分に理解してる。しかし今一刻の猶予もないんだ。屋敷の中はまるで人の気配がしない。小暮さんは奥へ奥へと進んでいく。和美君、これを見て。リビングルームの一角を鴨居付けは指差した。そこには中小扉が束になっていた。その一番上には、真っ赤な文字でそう記されていた。これは、ナイクさんのものと全く同じように、中小扉の本文には、柳井校長の人生が延々と綴られていた。その人生の記憶は、今からちょうど18年前のところで止まり、そして、過去の秘密を知ってる。どんなに取り繕っても、その罪は消えない。罪は少ない。瀬尾さんは、ナイクさんだけではなく、柳井校長の記憶までも覗いているのか。秘密に取り憑かれたんだわ。カムイズケは言った。すれば花。瀬はアヤクさんの秘密を覗くうちに、その秘密自体に魅力を感じてしまったんだ。これじゃあ何もかもが本末転倒だ。どうやら柳井校長はここにいないみたいになります。小暮さんがリビングルームに持っていた。屋敷の中に柳井校長はいなかったようだ。カムイズケは叫んだ。カズミ君、柳井校長が向かう場所は少しかないわ。小暮さん、病院です。病院に急ぎましょう。了解であります。小暮さんの車に乗りながら僕はこの事件について整理した。推理ロジックっぽいかな、どうだろう。
おー、入りますね。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。